してますね。赤くん118センチ60.0キログラム、日本 K-1 チーム相模大野クレスト、 K-1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者タケル。覚悟の違いを見せつけます。あの時の顔、大一番の時の顔です。タケル。そしてリング下からは那須川天心選手がこの戦いを見上げています。さあ雅人さん、はい、改めてこの戦いどんなところがポイントになるんでしょう。いやもうね、お互い勝つっていう気持ちはものすごく強いですから、掴まない、まあ、本当にすごい視線がスタートします。死闘ですよ、死闘、決闘ですよ。まさに死闘が始まる、戦いが始まる。ここは戦いの殿堂、日本武道館。八角形の建物の中に四角いジャングルです。タケル選手がリングインすると会場の雰囲気が変わるんですよね。そうですね、ガラッと変わるんですよね。これラウンド1、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。 K-1 スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャンピオンがタケル、1年ぶりの戦いです。インドを放っていく過去日本人最強の挑戦者、レオナ・ペタス、青いグローブ。まあ、マサトさん、当然身長差、はい、7センチ差ありますよね。そうですね。あ、でもこう、あのタケルがね、あんまり最初にね、どう蹴られたのあんまないですからね。そうですね、お二人とも同じような 手ですよね。足をパーリー流しながらプレッシャーをかけるというタケルです。タケルプレッシャーかけてますね。コーナーに追い込んでいこうというところ、ローキックをお互いに蹴り出してきました。もう一つインローです。タケルもね、この間の1ヶ月前のあの K-1 アワードの時に、ちょっとカーフキック今練習してるんですよって言ってたんですよ。そうです、ね、最初カーフ蹴ってましたよね、前足の膝から下へのローキック、これです。長嶋一茂さん、どう見てますか。いやー、お互いの迫力というか、気持ちがね、この一戦にかけるのがもう伝わりますね。これ当然遠い間合いではレオナ・ペタス長距離です。右のフックを振っていきます。タケル中に入れるかどうか、インローキック、お互い今足から削ってますよね。もう一つインローだ。本当にレオナ・ペタスの蹴りが結構入ってますよね。お互い入ってますね。これも右のローキックだ。レオナ、サイドフック、タケル早くも左に入ったぞ。ジャブ、カウンターの膝、これが点灯、効いた効いた。レオナ・ペタスの膝、パチ効いた。タケルの打ち合いになる。コーナーの投げをもらった。タケル左下、お互い笑ってる、二人とも笑ってる、お互い見てますね。二人とも笑ってますよ。もうすごいんだ。あー、ローカー今でも西川さん、タケル選手もちょっともらってましたね。西川さん、はい、西川さんどうですか。タケルもちょっともらっていましたね今。でも表情がもうね、笑顔が出てきてるとかだ。もうそれぞれ本当に人追いがいっちゃってますね、はい、もうアドレナリン出まくりですからね、レオナのいいジャブ入りましたね。そうですね、ペタス選手の、はい、あのパンチって、まあグローブ越しで、これごめんなさい、マサさん何オスだっけ、8位です、8ぐらい。あのペタスのパンチはもう、切れるパンチです ね、なんかね、グローブ越しでも、拳で握られて打たれてるような感覚らしい、とスパーリング相手が言ってました。まさに彼、石の拳って言われてますからね、はい、右のローキックです。インロー、前足をどんどん蹴ってきます。関根さん、これ作戦でしょうね。そうでしょうね、手数で負けないっていうね、まずね、インロー流して、さあこの距離、タケルが距離入ってきましたよ、自分の距離に。あ、そうですか、左ハイキック出してきたタケル、前手でフェンシングのようにジャブついてくるのはレオナ・ペタス、青いグローブ。うわ、右ちょっと届かないか、うわ、前手刺してきます。そう、あ、そう、あの手が前に出てるんで顔が、うわ、出た、カウンター、膝、右サイドバック始まった。タケルの時間でもあります、これ危険ではあるが、うわ、タケル左も入れた、近いのはまた前手刺してきます。すげえ戦いだ。クロス、タケル、逆に右のフックはレオナ・ペタス。あのタケルが、あの レオナがローキックカットしてないんで、これ足効いてきちゃいますよ。うわ、そうですか、パンチ認識がいってるんで、ローカット忘れてますね、ペタス。あ、そうですか、レオナの方が、レオナの方が。でもマサトさん、レオナ・ペタスの右手の前手、あの刺すようなパンチ、刺すような、あれ邪魔ですね、タケルからすると。 あっちのパンチに意識いっちゃって、ーローのカットしてないんで、これ効いてきちゃいますよ。なるほど、今1ラウンドですから。なるほど、カーフキックという話もありましたね。これです、今のまともやりましたね。入れたのはレオナ・ペタス、笑ったのはタケル。タケルが入ってきた。
聞いてる聞いてる。あーどうですか、すげえタケル。うわー、すげえ足きてる。西川さん、すごいもの見せてもらってます。すげえ試合だこれはね。このラウンド1分でダメージ抜けないですよ。すごいなこれ。ちょっと一茂さん、やっぱりこれまでと物が違いますね。そうですね。いや僕が見た中でこのテクニック世界最高峰です。こんなん見たことない。でもね、試合前にペトスは言ってたんですよ。1回2回倒されたら3回倒し返せばいいって。おすごいねこれでも今まともに入りましたよ。入りました。でも足にかなり確実に来てますよ ね。2ラウンド目今頭から後頭部から起こっちゃってるんで、2ラウンド目もダメージ相当あると思う。あると思いますね。どれくらい回復してるかですよね。1分で回復できるのかな。でもまあ2回倒されたら3回倒し返すっていう気持ちも見たいし、まあタケルはまあ決めに決めないですね。すごいことになってますよ。どうですかね、レベルが違いましたね。どうなるか。ラウンド2。コロナ禍で沈みがちな世の中、あの頃の K-1 が帰ってきています。今のカーフキックまともに入ってるもんね。右のパンチ、あレオナ足動き悪いね。あこれ完全に今の動きをさ、足効いてきてるね。あ効いてくるよこれ。これ効いてきちゃう。インロー、これまたカーフキック。動けない、踏ん張り効かない。タケルがまともに入った。うわまともに入ってるカーフが。うわあ、入れた入れた。足効いてる、効いちゃったね今。足も効いてるね。レオナぶっ出す。あー、レオナも出る、レオナも出る。しかし足踏ん張り効かない。もうカーフも効いてますよ。効いてますね。カーフも効いてるし、頭も効いてる。頭も両方ありますね。さあ潜ってボディが左フックストレート。倒した、倒した。